8月30日、夜です、明日から子供が夏休みが終わって泣きです、自由研究というか自由工作か、で、子供が大好きなマインクラフトのペーパークラフトでマインクラフトを作りました。横に子供がいます。結構対比でわかるかな、かなり大きいです、ちょっと大きいの作りました。結構ね、このブロックが1個8センチ角のやつを作る、これね、5マスかける6マスで結構な大きさのやつ作りました。で、あとゲーム、マインクラフトってゲームですけど、やったことある人しかわからないんですけど、これエンダードラゴン、これエンダーマン、これエンダーマン、結構細かいです。本当に細かい、鱗とか、背中の鱗とか顔とかこんな感じです。スライムもあるよ、ちゃんと。これスライム、これスライムらしいです。なんか TNT っていう、なんか爆弾もあります。横になんかこれ、ね、ボンドとテープとかアロンアルファとかあります。ちなみにこれ5センチ角のやつ、こっち画用紙で、こっちはただの普通の紙で、ペラペラだからふにゃふにゃですぐ、回ってみようか。こういう感じの、結構すごいね、これ。これ台を本当に一マス一マス作りました。1個のこのマス1個につき、A4 の紙にペーパークラフトでプリントアウトして、A4 の紙2枚分で。言ったよ、さっき。言った？そう。よくですね。何日かかったかな、これ。本当かかったね。全部で1週間ぐらいかかったかな。1週間。昨日6日。はい。以上です。飛び立つスライム。はあ。